ったのかね。何かの人の露骨に残念そうな声は。どうかね、気分は。まだ根に持ってるかね。しょうがないじゃない。まあどうかね、茶でも飲みに来ないか。君の大好きなおはぎがあるんだけど。何かね、その微妙な間は。じゃあなんで釣ればいいのかね。マリナ君さ、そんな、とりあえずつまらない話はこれくらいにして。あのね、とにかく新聞だよ、新聞。新聞というのは情報を大衆に伝達するためのマスメディアの手法の一つで。うん、まあ君の友人のことが大々的に載っているのよ。知りたいかね。ねえ。ああ、待ってる。今後のことも話し合いたいしね。よう、来たね。ちなみに元をつける必要はない。まだ君は公僕だよ。受理はしていない。辞表は机の引き出しの中だ。君の報告がね、実は上層部の目に留まってしまって。そうだ、それは後でゆっくり説明するよ。で、君の任務だが。何やその顔は。嫌な顔もしてる。結構上層部では問題になってるみたいよ。まあ誰とは言わないがね、君はすぐに顔に出るって。目上の者を敬わないってさ。でもさ、マリナ君、まあそうかもしれないが、なんか一般的な社会通念に反しやしないかね。僕に言ってもしょうがないよ、香川君の言い分だし。香川君は若い割に保守的なのよ。上下関係や師弟関係を意外に重んじるのよね。香川君は有能だよ。決心にこだわりすぎるがね。そうだ、だが彼女自身そのことはよく知っている。そうか、なんだかよくわからないが、話をそろそろ戻して構わないかね。またそんな顔をする。ま、とりあえずこれを読んで。新聞だよ、電話で言ったろ。まあ読んでみたまえ。続きを読んでみてよ。というわけよ。この事実によってね、我々の今後の方針がガラリと変わってしまう。二同士を逮捕するかもしれない。納得はいかないかもしれないが、多分理解はしてもらえると思う。ちょっと待って。よし、これでいい。お待ちどう。例の盗聴システムを一時的にシャットダウンした。まあ、今から少しの間だけだけどね。
二人だけの秘密というわけだな。ワクワクしないかね。真面目に行こう。これはオフレコにしておいてほしいんだけど。どうやらエルディアでの王位継承の行方がわからなくなってきてさ。上層部ではマヤコ君が即位するならよし。だがもしプリシアさんが即位するようなことになれば、御堂大使を逮捕することになる。そういう逮捕依頼がエルディア共和国からやってくることになっている。プリシアさんの即位と同時に御堂大使の外交官の任務は解かれる。マヤコ君が即位する可能性は低い。その点の心配は無用だ。そういうわけだ。最初は御堂麻耶子君が即位する可能性を考慮していたらしい。僕だって知らなかったさ。君と麻耶子君のここでの話で気づいたがね。まあ盗聴システムは切ってあるからいいか。君の護衛任務の理由はターゲットが麻耶子君であればこそだ。そこまではわからないよ。だが僕はそう見るね。そうだ、王権派は麻耶子君を亡き者にして権力を手に入れようとする完治に長けた奴らと世間様は考える。そこまではわからないが可能性はあるね。まあ例の護衛を政府が受託したのも麻耶子君の即位を睨んでのことだろう。国益のためだとお偉方は言っている。公僕なんてみんなそうだよ。だがそのシナリオにも修正が迫られてきたってことだね。彼女が今最も女王の座に近いと言えるだろう。つまり麻耶子君はトゲがあるね。それは役割が終了したというところかな。僕じゃないよ。僕だってそう言われて憤慨している。これが僕のパーソナリティなの。僕じゃないよ。雲の上のご主人様がさ、君と民主主義の議論をしたってしょうがない。それよりもだ、エルディアはいろいろな意味で注目を集めている国家だ。無論我らが敬愛する日本政府もね。ははははそうらしい。で、うん、君にはトリスタンに飛んでもらう。向こうにはプリシアさんが待っている。プリシアさん本人に直接言ったわけじゃないがね、彼女をバックアップする人たちと話はついている。誰が即位するかによって我々の今後はガラッと変わっていくだろう。皮肉を言わないの、宮塚への辛いところだ。まあ今となってはその可能性が低いがね、もしそうなればそのまま帰ってくること。何かね、御堂大使を逮捕拘束する。その際君のところで連絡を入れる。それを見て行動を起こしてくるため。そこまでは言わないけど、まあ似たようなものかな。例えが悪いね。責任をおとり願うのさ。だが僕の方で調査していることもあってね、今回の件御堂氏は疑問の余地がありすぎるのよ。君から言ってきたことでしょ。政治的な駆け引きだけではなく、純然たる刑事事件として僕は彼を逮捕したいと思ってるのよ。それはわからないがね。だがある過程はもう立っている。テラーの正体に関わる過程さ。と言っても確証がないからね、まだ言えないよ。そう、本来なら君に任務の論拠などを説明する必要はないんだよ。そうだ、しかしこの任務を放棄した場合、君は機密漏洩の罪で逮捕される。だってそうしないと君拒否するだろ。他の一級捜査官の派遣はストップしてもらった。現在この件では君一人が稼働中だ。適任だと思うからだよ。本件に最も深く関わっているし、事情にも明るい。
君は知りすぎたよ。いや、知るだけでは構わないがね、知ったと上層部に知られたのがまずかった。心配しなくていいよ。やる気になったかね。考えすぎでしょ。では任務に就くと分かったので、もう一つの重要な任務を教えておこう。誰の即位にかかわらず、必ずある品物を手に入れてきてもらう。これは誰にも言わずに何よりも優先される事項だ。エルディアで開発されたというコードネームMIU101の確認とそのダッシュだ。北条さん、これは一体どういうことですか？困りますな。この船はエルディアの所有物。しかもここは公海上ですぞ。では、一体何の御用です？招待？私はあなたに招待状を書いた覚えはありませんが。娘のマヤ子ですか？しかしあれは。私が招待したのです。フリシアスは。北条マリナさんですね。まさか。御堂大使。彼女は私の大切なお客様です。よろしいですね。さあ。私の部屋にいらしてください。こちらへ。彼女は警備員の方です。お気になさらないでください。そうですね。マリナ？マリナじゃないか！なぜここにいるのかと、まずは聞いてほしかったが。お互い様だ。マリナこそなんだよ、そのすごいスリットは。腰の部分まで切れ込んでるじゃないか。しかし驚いたな。弥生さん。あ、これはプリシアさん。とても素敵な船ですね。少し散歩していました。お楽しみください。それよりも、北条さんとはお知り合いなのですか？あ、これはフリシアさん。まあ、知らない中ではなくて。読んだんだ。どうかな？あ。じゃ、また後で。お知り合いでしたとは知りませんでした。
それでは私の部屋へいらしてください。ケビンさん、しばらく誰も入れないようにしてください。それではどうぞ。どうぞお入りになってください。お待ちしていましたわ。どうかなさいましたか？ええ、私の好きな作品なのです。どうぞソファーにお座りください。そうですか。あなたが北条マリナさんですね。はじめましてではありませんね。はい、いつどこからやってくるのかと気が気じゃなかったんです。いいえ、逆に不安をいっぺんに吹き飛ばしてくれましたからはい、伺っています。心配ありません。この部屋内での話は外へは絶対に漏れません。私には力強い味方がいます。彼女は常に私のそばで私を守ってくれています。シリア。はい。北条さんに説明してあげてください。わかりました。部屋内にいるわ。いつぞやはすまなかったわ。あの時あなたは私の敵と思っていた。少なくとも敵ではないらしい。私の任務、それはプリシア様を影からお守りすること。お分かり？この部屋内には高周波数の電磁波をもシャットアウトするジャマーが仕掛けられているわ。そうよ。だから絶対に大丈夫。思う存分話してちょうだい。変なことをしたらただじゃおかないわよ。何の話ですか？プリシア様、以上です。ありがとう、シリア。私は即位できないかもしれません。王位継承に必要なあるものがなくては継承権を失います。そして今私にはそれがありません。はい、我が国の国事です。エルディアでは国事をもって王位の継承を行う慣習があるのです。はい。ですから私の代でそれをやめようと考えています。しかし、おそらくは、はい、はい、はい。御堂大使は前国王の忠実な部下です。北条さんは御堂大使を逮捕してくだされば間違いはありません。はい、そういうことになっています。私は自国に対する責任があり、それを全うしなくてはなりません。何が悪いのですか？私は私を利用しようとしている者たちに何の責務も感じてはいません。そうです、私をバックアップしてくれる者たち、彼らの多くは私が必要なのではなく、私が手に入れる地位が必要なのです。分かっています。二十歳にも満たない女が
政治の世界に首を突っ込めないということも。ですが、私は今の地位を手に入れなくてはなりません。私にはやるべきことがあるのです。あと数時間でセレモニーが開始されます。それが過ぎたら、いよいよ戴冠式です。私にはやるべきことがあるのです。どうぞおくつろぎください。私には。では、船内を案内いたしましょうか。どうぞ。私が彼女のところへ助けを求めたのです。はい。とてもいい感じの女性ですね。それは違います。彼女は本当に繊細な女性だと思います。多分、自分が傷つくことを恐れてしまって、ああした表現方法になってしまうのではありませんか？何か。どうでしょうか？弥生さんの船室へ案内しましょうか？彼女は私が声をかけない限り返事はしません。それでは船内を案内がてらお連れしましょう。変わったことはありませんか？首相が？わかりました。後ほど部屋の方へ伺うとお伝えください。はい、ご苦労様です。では参りましょう。選手方向からだと、パーティー会場を抜けなければなりません。人がたくさん話しかけてくるので苦手です。人なのに。では、船尾のデッキから参りましょう。先ほど北条さんが降り立った場所ですよ。そうですね。左廊下へ。向こう側は主に一般招待客の船室が並んでいます。それでは参りましょう。お勤めご苦労様です。桂木弥生さんに何か。この女性は私の大切なお客様です。いいえ、今は取り込み中らしいです。はい、何でも着替え中で。思います。ごめんなさい、大声を出してしまって。着替え終わったら会場へやってくるでしょう。一足先に行ってみませんか？行きませんか？もうすぐオープニングセレモニーが始まります。ごめんなさい。ごめんなさい。それでは。
らなくて知らなかったの。弥生さんと小次郎がそんなだったなんて。私ごめんなさい、失礼します。